京都府中部の町、南丹市宮間町。かやぶき屋根の家屋など昔ながらの景観を残す山あいの町です。人口は3400人ほど、半数近くが65歳以上の高齢者です。のどかな町に今月ある異変が。常勤の医師を配置してほしい。入院ベッド4床を再開してほしい。私たちの命と健康を守っていただくのが行政やと思うんですけど。住民たちが訴えるのは、医師の確保や入院の受け入れ再開。署名を集め、南丹市に提出する計画です。実は今、この町に医療の危機が迫っていたのです。ここは市が運営する南丹美山診療所。ここが診察している場所です。問題の渦中の人が中村正人さん。この町でただ一人常勤で働く医師です。この日は患者のもとへ。お邪魔します。失礼します。外来や訪問診療で日々町の人の命と健康を支えています。むくみはないね、今ね消えてるね。この女性は少し前に体調を崩して自宅から車で50分ほどの病院へ入院。中村さんの診療所までは車で10分ですが、入院を受け入れていないため遠くの病院へ搬送されました。退院の時も介護タクシーっていうのをヤギからここまで美山まで運んでもらったぐらいですのでね、やっぱり近いのが一番助かります。実は美山診療所には救急の患者を受け入れる設備がないわけではありません。しかし、ここがナースステーションなんですけれども、もうすでに電話も取り外してます。病床を管理するナースステーションには誰もいません。実は去年、中村さんが体調不良となり、市が入院の休止を決めました。その後体調は回復しましたが、市は中村さんの負担軽減などを理由に夜勤ができる医師を複数人確保できなければ入院の受け入れは再開できないとしたのです。短期の入院で使いたいわけなんです。高齢者で軽い症状なんですけれども、熱があったりしたら立てなくなったり、ご飯も食べられなくなったり、そういう方々の場合は1日2日ここで預かって状態が良ければ返す、重症になりつつあるような方であれば他の病院にて送ることもできる。入院の受け入れを再開したい中村さんは今年4月、南丹市の市長に直談判。私はもう病床の再開は絶対的に必要だと訴えてきたわけです。住民の願いもみんなそれだったから、私はもう自分の身体をかけて復活をさせようと。しかし市長の考えは、過度な就労については体調を崩されて治療を受けてきておられましたのに、もう元も子もなくなってしまうということで、夜間の宿直いただくのは週に1回が原則でございますし、まあ、そういった意味ではもう1名お医者さんがいないとなかなか難しい。中村さんの声は届かず、ある決断をしました。これが朝書いてもう提出するつもりの退職願いというやつです。7月1日から別の診療所へ行くことに決めたわけなんです。町にとって欠かせない医師が診療所を辞める、この事態に住民は、その
田舎におってくれはるお医者さんがなかなかないんでね、中村先生が来てくれはってみんなホッとしてるんですけど、また辞められたら次またお医者さんなかなかないからね、困ります。この先町の医療はどうなるのか。住民たちは京都府や南丹市に常勤の医師確保を求める要望書を提出。医師がおらんようになったらどないなるかという不安は、それもみんな全ての人が、町民の全ての人が、特に高齢者その思ってると思いますよ。安心して地域で、医療が継続できるようにお願いしたいもんです。ですが中村さんに代わって美山町へ来てくれる人を見つけるのは困難なのが実情です。その背景にあるのは全国で広がる医師不足。例えば大阪でも今後は高齢化が進み医療のニーズが高まると予測され、府は2036年までにそれぞれの地域で1割から2割ほど医師を増やす必要があると試算しています。さらに来年からはさらなる問題も。大阪だと特に南部ですよね。もうこれ以前から医師確保が大変っていう状況がもう発生してます。ここに加えて来年から医師の働き方改革っていうのを進めていくわけです。来年の4月以降医師の時間外や休日の労働に上限が定められます。1ヶ月あたりで計算すると80時間が基本で、特別な場合でも155時間までとなります。お医者さんは朝から晩までずっと、あるいはもう病院に泊まってそのまま朝また外来に出る、そういう労働の上に成り立ってるわけですよね。それやっぱりおかしな状態で過労死だとか事例もたくさんあるわけですね。そこを何とかする、そうするとよりドクターの確保が難しくなる、医療機関がまた増えていく。そして今週火曜日、中村さんが診療所で勤務をする最後の日を迎えました。往診した人に関して今現在こういう病気があって今どういう状況、コントロールが良好か、もうすぐ首を記録だけしていただいたけど、後任については市が交渉した結果、今年度に限り隣町の医師が週に3日午前の診療を休みにして穴埋めをすることに。しかし入院は再開できず、医療水準の低下が心配されます。これ全国の僻地で起こりうる問題なんですよね。私はもうあと働けてもね10年と思ってますので、10年ぐらいはこういった僻地で、働いてみてもいいかなという意味で家まで借りてやりましたけれども、現場の声をやっぱりちゃんと聞き入れてくれてというような対応であれば、こういうここまでならなかったとは思います。私に頼って来てくださってた患者さん方には非常に申し訳ないけれども、自分の取った行動に関しては皆の後悔もしてないです。